世界最新医学が教える食べ方がここにある。もしあなたがランチの後眠たくなるとか、だるくなるといった症状を抱えているのであれば、お昼におにぎり1個ではなく、パテが2倍のモリモリバーガーを食べてください。 お昼に、とろろそばを食べるのではなく、二郎系ラーメンを食べてください。お昼に、サラダチキンを食べるのではなく、マヨネーズをつけた唐揚げを食べてください。皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのたきみです。今回は、医学博士であり、北里大学北里研究所病院副院長。 そして、糖尿病センター長である山田悟先生が書かれた糖質疲労をご紹介していきたいと思います。この動画で興味を持っていただけたら、ぜひ概要欄のリンクから本書を一度手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で、食後の眠気は病気の始まり、眠気もだるさも消えて、嘘みたいに疲れない体になる、魔法の方法を暴露しますについて、 二限で寝ても寝ても取れないしつこい疲れが消える世界最新医学で明らかになった食べ方を大公開しますということを解説していきたいと思います。 それでは早速一元の食後の眠気は病気の始まり。眠気もだるさも消えて嘘みたいに疲れない体になる魔法の方法から解説をスタートしていきましょうか。さて、これを聞いている皆さんに食事をした後しばらくして眠たくなってしまう。だるくなってしまう。 または十分食べたはずなのにすぐに小腹が減ってしまう食事の後は集中力が途切れるイライラする首の後ろがずっと重くなるといった症状を抱えている人いないでしょうか。 もし思い当たる節があるのであれば、あなたはおそらくすでに糖質疲労に陥っている可能性が非常に高いです。この糖質疲労を放置しておくと非常に恐ろしいことになってしまうので、ぜひ今回の動画は真剣に聞いていってほしいです。さて、糖質疲労という言葉を初めて聞いた人は多いと思いますが、 糖質疲労とはシンプルに言うと、ランチなど食事をした後に訪れてしまう。先ほど述べたような眠いとかだるい、イライラするといった不快な症状をまとめたものになります。どうでしょうか皆さんも食事の後の不快な症状に思い当たる節はありませんか おそらく多くの人が、ああ、確かに食事の後、なぜかだるくなったり、眠くなったり、疲れやすくなるわ、という実感をね、持つと思うんです。それもそのはずで、現在、中国人では、糖質疲労に陥っている人が、なんと成人の二人に一人であるということが、調査によって判明しています。これは 東アジア人はインスリン分泌が欧米人よりも少なくてさらに遅いということが関係しているためで日本人も同じ東アジア人であるということを考えればきっと日本人でも同程度の人が糖質疲労に陥っていると考えられます。 つまり、成人の二人に一人は、すでに糖質疲労に陥っている可能性がある。食後に不快な症状を抱えて、パフォーマンスを大きく下げている可能性があるのです。食事のたびに、このような不快な症状がね、毎回毎回現れてしまっていたら、 ランチをを取った後後まととももに午後から仕事をするこでできないししょうし何よりも毎日の食事という楽しみが大きく既存されてしまいますよね。ああ、食事をしたらまただるくなるや、また眠くなるや、なんて考えていたら食事を楽しむことができません。そこで本書が大活躍してくれます。本書ではそのような不快な症状はちょっとした知識と工夫で改善できるということが述べられていて実際に 本書が提唱している食べ方に変えることで次の食事、一食目の食後からね、糖質疲労が改善できていると実感できるはずだと著者は述べていらっしゃいます。あるいは効果を実感される方が遅めの人であっても、1ヶ月程度経過すれば必ず体重や腹位の変化ということで効果を実感することでしょう。 このように言うと、いやいや、食べ方を変えろなんて言われても、結局どうせ辛いんでしょと。 多くの人が考えると思います。カロリー制限しろとか、腹6分目で食事終えろとか、定期的に断食しろとか、厳しく糖質をカットしろなどといった、世間でよく言われているあの厳しい方法でしょと思う人いるかもしれませんが、そうじゃないというのが本書の大きな特徴になっているんです。著者が提唱してていいいる食食食べべ方方はお腹っぱも大丈夫な方法でその結果食事に満足感が モテて,て無理なく継続できる食べ方でございます。結局。 極端な方法とか、無理をしなきゃいけない方法、意志力をめちゃくちゃ使って、我慢しなければいけない方法って、続かないんですよ。皆さんもね、痩せようと思って、カロリー半分にするぜとか、断食するぜとか、炭水化物を取らないようにするぜと、頑張ったことあるでしょう。ですが、その方法続きましたかそういった無理な方法は結局続かなかったので、何の意味もなかったはずです。著者が提唱しているように、我慢 することなく痩せることができて疲労感を軽減でき健康になれる食べ方を身につけていくということが長い目で見れば非常に重要なんです結論だけ先に申し上げておくと著者が提唱する食べ方とは 糖質質質をををるる量を適度に控えてその分タンパクとと脂質をお腹いいいいっぱい食べるという方法でございます例えば、冒頭で軽く述べたように、おにぎりではなく、パテが2倍の、もりもりバーガーを食べるんです。とろろそばではなく、二郎系ラーメンを食べるんです。サラダチキンではなくて、唐揚げマヨネーズを食べちゃうんです。どうでしょうかこの方法であれば、我慢するという要素が見え 当たりませんよねそれどころか 美味しいタンパク質と脂質というのは世の中たくさんございますからこれまでよりも食事が美味しくなってしまうことでしょう楽々続けられるはずですしかし楽といえどもその効果は絶大なんですこれまで食事の度に不快感を感じていたなぜかいつも疲れやすかったなぜかいつも眠かったなぜかいつも体調が悪くなっていたという症状を抱えていた人は劇的に体調が改善していくことでしょう っとね具体的に掘り下げた食べ方については後半ゆっくり解説するのでその前にまず糖質疲労という超重要な概念についてもう少し皆さんの理解を深めていただきたいと思いますおそらく皆さんが抱えている体調不良の原因がこれを聞けば明らかになることでしょうさてさて現代社会というのはタイムパフォーマンスいわゆるタイパという言葉が生まれるほど多くの人ができるだけ 時間をかけず最大限のメリットをゲットしようとしておりますその結果多くの人がサクッと 短時間でで食事を終わらせようとしているんです今の世の中には手軽で美味しい食事が溢れてますので多くの人がこういったものに頼り簡単に食事を終わらせようとしていますですがこういった手軽で美味しい食事というのは糖質に偏りがちという大きな特徴大きなデメリットがございますその結果 日本人は世界的に見てもタンパク質不足、そして糖質過剰な食生活を送っております。このことが日本人で 糖質疲労が激増している原因の一つであることは間違いないでしょうちなみに現在日本人の成人は平均的に1食あたり90から100グラム1日あたり270から300グラムもの糖質をとっていますお昼ご飯にラーメンとチャーハンを食べているとか間食でおやつやスイーツをよく食べているなんていう人はさらに多くの糖質を摂取してしまっていることでしょうですがこれだけ たくさんの糖質を摂取していたら体がおかしくなって当たり前です。米国の 糖尿病学会は糖尿病にならないために一日百三十グラム以下の糖質量にするように提唱しておりますし、本書でも一日百三十グラム程度、一食あたり四十グラム程度の糖質量に抑えるということが推奨されております。このように言うと、いやいやそんなに糖質を減らしちゃうと食事が楽しくなくなっちゃいますとがっかりする人いるかもしれませんがその点は全く問題ありません。その 代わりにタンパク質や脂質をたっぷりと取っても ok というのが本書で提唱されている食べ方だからです糖質が過剰になってしまえば食事のたびに不快な症状が出る糖質疲労に陥りますそして この糖質疲労は放置すると大変危険でございます。糖質疲労を放置していると、糖尿病、癌、心臓病、脳卒中など様々な疾病が負の連鎖的に生じてしまいます。 このような負の連鎖を止めるために、まず私たちは糖質疲労から抜け出さなくてはいけないんです。また、このように言うと、いやいや大丈夫ですよと。私はちゃんと家で自炊していて、健康的な和食食べてるから、竹見さん大丈夫ですよと。安心している人いるかもしれませんね。確かに和食にはヘルシーなイメージがあります。しかし、 実際には和食には一つデメリットがあるんです。それは糖質が。 多いということ。主食として白米を食べることに加え、和食には甘い味付けのものが結構ありますから、上白糖やみりんといった調味料がかなり使用されています。その結果、バランスが良いように見えて、実はかなりの糖質量になってしまっているんです。ですから、和食を食べていれば、糖質疲労に関しては大丈夫というわけではありません。 それではなぜそもそも糖質疲労というものが起こってしまうのか。もちろんざっくり言っちゃえば糖質疲労は糖質を取りすぎちゃうことが原因ですがもう少し詳しくメカニズムについて見ていきたいと思います。糖質疲労を理解する鍵は 食後高血糖と血糖値スパイクという二つの言葉にあります。食後高血糖というのは皆さん、文字通りで食後の血糖値が高いということ。食事をとれば食べ物に含まれていた糖質が腸から吸収され血液中に流れ込むため誰でもある程度は食後血糖値上がります。ですが、 それが正常な範囲での上昇ならいいんですが人によってはぐわっと上がりすぎちゃう人がいるんですその上がり幅が大きいのが食後高血糖でありますそしてこのように食後に血糖値が大きく上がっちゃうと膵臓から急速にインスリンが分泌され今度は逆に急ブレーキのように血糖値が急激に下がるという現象が起きますこのように血糖値がいきなり急激に上がってその後急激に低 する現象を血糖値スパイクと呼びます食後高血糖の状態から血糖値の乱高下が生じてしまうわけなんですそして 今回のテーマである糖質疲労というのは、この食後高血糖と血糖値スパイクの影響で生まれています。この糖質疲労の段階では、まだ正式には病気とは言えず、今すぐに何かしらの薬を飲む必要があるというわけではないですが、糖質疲労を放置しておくと、先ほども述べた通り、いずれドミノ倒しのように、糖尿病、肥満、高血圧、脂質異常症、癌、 心臓病といったより深刻な病気へと次々に発展していくことになります。そして恐ろしいことに糖質疲労から始まるこのような負の連鎖はある時点から もう二度と元には戻らなくなってしまいます。体の細胞や臓器に代謝状の記憶がすり込まれてしまって感知しなくなり、もう二度と元の健康な状態に戻れなくなってしまうんです。ですが、まだ糖質疲労の段階であれば元に戻ることができます。 だから糖質疲労を放置してはいけないと強調しているわけです。取り返しがつかなくなってしまう前に糖質疲労からちゃんと抜け出そうねと言っているわけなんです。例えば。 これを聞いている皆さんで30代40代の若い頃は午後も元気だったのに40代や50代に入ってから昼下がりに眠気が強くなってきていると感じたのであれば糖質疲労ではないかと疑ってぜひ生活上の工夫をしてほしいんですではどのような生活の工夫をするのが最も効果的なのか本書が提唱している最新医学に基づいた最強の食べ方について具体的に詳しく2限でご紹介 していきたいと思いますそれでは早速2弦の 寝ても寝ても取れないしつこい疲れが消える世界最新医学で明らかになった食べ方を大公開しますについて解説していきたいと思いますさて一言では糖質疲労とは何なのかというお話から始まってそして多くの人が糖質疲労に陥っているやばすぎる現状を俯瞰しこれを聞いている皆さんだけにはぜひその糖質疲労はこの先どんどん深刻な病気につながっていくからまだ取り返しのつくうちに 一緒に改善していこうと申し上げました。 では、いよいよ二元では具体的な本書の肝となっている最強の食べ方について解説してまいりましょうか。本書が提唱している最強の食べ方を一言で言えば、ロカボンな食べ方でございます。ロカボとは、低糖質を意味するローカーボンハイドレートという言葉からの造語です。皆さんもね、ロカボ生活なんていう言葉を聞いたこと一回くらいはあるでしょう。本書が提唱するロカボ な食べ方は緩やかな糖質制限のみを指していて決してゼロを目指すような極端な糖質制限ではありませんそもそも極端な糖質制限というのはかなり強い意志力を必要とするもので長期にわたって続けられる人は正直ほとんどいないでしょうさらに極端な糖質制限と緩やかな糖質制限すなわち6カボを比較した エビデンスレベルの高い実験で非常に重要なことがわかっているんですね。緩やかな糖質制限を行った場合、試験期間の10週間の間、ずっと体重を改善させ続けていたんですが、極端な糖質制限の場合は、6週目までは体重を改善させたものの、それ以降は完全にリバウンドしてしまったんです。つまり、 緩やかな糖質制限であるロカボな食べ方は理論と科学的根拠に支えられ長期的に続けていくことが可能な非常に実践的な食事法と言えるんです。では、ロカボのルールを具体的に説明していきましょう。ルールと言っても超簡単で次の3つのシンプルなルールに従うだけで OK です。ロカボのルール1 タンパク質と脂質であれば、カロリーもバランスも一切気にせず、お腹いっぱいになるまで食べて OK。ルール2、糖質抜きを目指してストイックにならず、1日に摂る糖質の量は70から 130g 以内とする。ルール3、早食いをせず、カーボラストで摂る。 では、それぞれのルールを一つずつ具体的に掘り下げて解説していきましょう。まず一つ目のロカボのルール。タンパク質と脂質であれば、カロリーもバランスも一切気にせず、お腹がいっぱいになるまで食べて OK というルールから見ていきましょう。さて。 まず皆さんにお伝えしておきたいのは、ロカボというのはね、まさかそんなうまい話があるなんてと、多くの人がびっくりする素晴らしい食べ方なんです。なぜならば、我慢しなくていいからです。巷またに溢れている厳しい糖質制限を行う必要はありません。 ゆるーく糖質制限を行っていただき、かつ脂肪とタンパク質をしっかりと食べて、満腹になるまで食べて OK というのがロカボの肝でございます。つまり皆さんが大好きなお肉もバターも卵も我慢する必要は全くありません。むしろ積極的に食べてほしいんです。太らないため、 そして生活習慣病を予防するために、とにかく脂質が悪者であり、脂質はあまり食べないようにしているという人が世の中には本当にたくさんいるんですが、正直それはもう古い情報です。最新の医学的には大間違いであることが分かっています。本書には様々な論文が引用されながら、そのことが詳しく説明されておりますが、結論だけをシンプルに述べると、脂質を制限する必要 はありませんむしろ脂質を制限することは健康上有害であるということも研究によって分かってきました脂質を制限することによって糖尿病だった人の血糖値がさらに上昇してしまったという研究もあるため脂質を制限することで糖質疲労の方の疲労感を助長し病気に進展させるということが示唆されるんです 健康に悪いと思ってバターやお肉を制限していた人もいるかもしれませんが2013年には動物性脂質を控えることでかえって死亡率を上昇させてしまうという論文がシドニーのグループから発表されていますまたコレステロールに関しても大きな誤解があります コレステロールというのは、とにかく世間では悪者扱いされていますが、そんなことはございません。皆さんは、例えば、卵はコレステロールが高いから、1日1個までにしましょうというのを、一度くらい聞いたことありますよね。しかし、現在の食事摂取基準では、こうした食品中のコレステロール量の上限の設定はなくなってるんです。結局、食べるコレステロールを控えると、それを補うように、肝臓がコレステロール を合成して血中に放出し食べるコレステロール量が増えると 肝臓がコレステロールの合成を休むということが分かっているので、コレステロールを気にして卵は1日1個に制限する必要は全くございません。むしろ卵というのはお値段も比較的安い上に信じられないぐらい栄養価の高い食べ物になっているので、そういった間違った情報に踊らされて1日1個に制限してしまうなんて非常にもったいない話でございます。また、 お米を控えてお肉やバターを食べましょうと言うと、それじゃあ腹持ちが悪くなってしまうと考える人いるでしょうが 実は、科学的に腹持ちが良いと分かっているのは、お米ではなく、実は、お肉やバターを食べることです。なぜならば、脂質やタンパク質をあなたがしっかりと食べていただければ、消化管ホルモンの GLP1、そして、ペプチド YY などの分泌が高まって、満腹中枢がしっかりと刺激され、 お腹いっぱいでもう食べられないよと自然と食欲が止まるからなんです。また、タンパク質と脂質は空腹感をもたらすホルモンであるグレリンの分泌を長く抑制してくれるので満腹感が長続きします。逆に糖質というのはグレリンを抑える作用が弱いですからお腹いっぱい食べたとしても小腹が空きやすいです。つまり、 お米などの糖質や炭水化物というのは腹持ちが悪い上に満腹感が得られないためついつい食べ過ぎてしまうということなんです。そして糖質や炭水化物を食べ過ぎてしまえば当然のことながら血糖値は急上昇しその後に急加工することになるため糖質疲労を一直線となってしまうわけなんです。糖質や 炭水化物の食べ過ぎを防止するためにも、まずは、しっかり、皆さんには、タンパク質と脂質を食べていただきたいんです。よくね、ダイエットをしてますから、私今、脂質はカットしているんですとか、言ってる人いるんですが、逆なんですよ。ダイエットしたいのであれば、脂質をむしろしっかりと食べた方が、食欲がピタッと止まって、食べ過ぎずに済みますから、効果的なんです。また、 食後の高血糖を抑えて糖質疲労を予防するという観点からも脂質を摂取するということは極めて重要でございます。例えば皆さん、マヨネーズというのは脂質がたっぷりで一般的にはあまり健康に良いとは思われていませんよね。ですが、食事にマヨネーズを加えるだけで劇的に血糖値が上がりにくくなるということが研究によって確かめられているんです。なぜならば、脂質を 摂取すするることでとでで gip いうホルモンの分泌が増えるからです詳しいメカニズムはちょっと省きますがこの GIP というホルモンは糖質疲労や食後高血糖を改善し適切な体重に戻すことに役立ってくれます冒頭でね食後に眠たくなったりだるくなったりするのが嫌ならサラダチキンよりも 唐揚げマヨネーズを食べた方が良いということをお伝えしましたが、それはマヨネーズに含まれる豊富な脂質のおかげだったんです。さてこのように、タンパク質と脂質であれば、カロリーもバランスも一切気にせず、お腹いっぱいになるまで食べて OK です。このように言うと、いやいや、本当にお腹いっぱいになるまで食べて大丈夫なんですかと、さすがにお腹いっぱいになるまで食べたら太っちゃうんじゃないですかと、 思う人いるかもしれませんがタンパク質脂質を中心に食べるロカボでは食べすぎの心配がないんです著者がロカボについて患者さんに説明するときエネルギー不足にならないようにとにかく満腹を感じるまで食べてくださいと指導しているそうなんです現在 BMI が日本で肥満とされている25を超えていないのであれば摂取カロリーについては一切気にする必要はございません。繰り返しになりますが、タンパク質や脂質をしっかりと取れば様々なホルモンが分泌され満腹中枢を刺激しお腹いっぱいという感覚で適切なエネルギー摂取であるということを体が教えてくれます。また、 タンパク質や脂質の満腹感は長持ちします。こういったメカニズムが私たちの体には備わっていますから、ロカボでは食べ過ぎの心配がないんです。自然と、ああ、もういいや、お腹いっぱいだと食べるのをやめようとなるんです。まあね。 これに関しては、一度実際に、ご自身の体でやってみてほしいです。自然に食欲が止まるため、食べすぎることはないから大丈夫ですと言われても、なかなかピンとこないと思うので、ご自身の体で体験していただくのが一番でしょう。また今世間ではよく、特に高齢になると、タンパク質が不足してしまうから。 タンパク質をしっかり取りましょうとか、高齢になると筋肉の有無が寿命を左右するなどと、とにかくタンパク質の重要性や筋肉の重要性が語られていますよね。それは間違いなく真実であり、いつまでも元気な高齢者と、よぼよぼになってしまう高齢者との違いは、 タンパク質量や筋肉量の違いが大きな原因になっています。筋肉量が多いとほど長生きすることができて、病気からの回復も早くて、病気への抵抗力も強いということが分かっています。 だからとにかく筋肉をつけるため筋トレしましょうれとよく世間では言われているわけですがなかなか筋トレを習慣化するのは難しいというのも現実でございますそんな人はまずタンパク質を取るということから始めてほしいんですね実はタンパク質というのはタンパク質を取るだけでも筋トレしなくても筋肉の合成のスイッチを入れてくれるんですつまり筋トレしなくてもタンパク質を取るだけで 簡単な筋トレになるということです。これは私たちにとってかなり朗報ですよね。非常にありがたいお話です。ですから、忙しいとか何かしらの事情があって筋トレができないよという方は、せめてお肉や卵、お魚さんなどをたっぷりと食べてほしいんです。筋肉というのは、 筋トレをしなければ一年あたり1%ずつ減少していきます。ですから少なくともタンパク質をしっかりと取って筋肉の合成を促してほしいわけなんです。筋肉の合成が始まるのに必要なタンパク質量は若者の場合であれば一食で 10g、高齢者の場合は一食約 20g とされています。ここからも高齢者の方はより積極的にタンパク質を摂取しなければいけない。 いけないということがわかるでしょう。ロカボ生活は糖質を抑えて脂質とタンパク質をたっぷりと取ってもらいますから糖質疲労が改善できるとともにタンパク質の摂取量まで増えて筋肉量が維持できるというのも特に高齢者の方にとっては最強のメリットなんです。また本書では 特に摂取するべき脂質やタンパク質がどれなのかということについてはそこまで詳しくは触れられておりません。その理由はおそらくね、糖質を控えて脂質、タンパク質をたっぷりと取るロカボ生活を身につけるということがまず第一に大切なんだという著者の配慮でしょう。ロカボ生活を実践することに加え脂質やタンパク質はこれを取りなさいといった風にさらにあれもこれもとね 条件をつけちゃうと確かに実行するのがより難しくなってしまいますだからまずはロカボ生活を実践しとにかく一刻も早く糖質疲労を抜け出してほしいという著者の願いがよく感じられますそこでここからはねちょっと上級編にはなりますがロカボ生活が実践できるようになったらぜひ個人的には脂質やタンパク質の質にもねこだわってほしいと思うんですなぜならば様々な論文を読ん ている限り世の中には間違いなく良質な脂質とあまり良くない脂質そして良質なタンパク質とあまり健康に良くないタンパク質が存在するからです特に良質なものとそうでないものの違いは脂質において顕著ですから上級者を目指す皆さんは良質な脂質をぜひ選んでいただきたいんです例えば良質な脂質といえば オメガ3脂肪酸やオリーブオイルに含まれている一家不法は脂肪酸が有名ですよね。逆に炎症を引き起こしてしまう加工食品によく入っているオメガ6脂肪酸などは摂取するのを控えるべきだと言えます。また、タンパク質源としてお肉やお魚、そして卵などを摂取する際もできればお肉を食べるのであればグラスベェットビーフや 放牧された鶏肉などより品質の高いものを食べてほしいです。そして 卵であれば、放牧卵が非常に健康的です。そしてお魚であれば、間違いなくやはり、青魚が筆頭に上がるでしょう。マグロやタイといった、大型の魚よりも、アジやイワシ、サンマといった小型の良質な脂質がたっぷりと含まれた、青魚の方が健康に良いです。まあね、このように脂質やタンパク質の質にこだわることができれば完璧ですが、それは上級編のお話で、 まずは、糖質を控え、脂質とタンパク質の量を増やすという、ロカボ生活を実践するということを目指してみてほしいです。ロカボ生活を実践すると、体調が非常に良くなるということを実感できるはずです。そして、体調が非常に良くなってきて、もっと体調を良くしたいなというモチベーションや元気が出てきたら、ぜひ、質にもこだわるという、さらなる上級編のステップにも進んでほしいと、個人的には思っています。 それでは次二つ目に紹介したいロカボのルールは糖質抜きを目指してストイックにならず1日に摂る糖質の量は70から 130g 以内とするというルールでございますさて先ほどはね脂質とタンパク質のお話をしましたねとにかく脂質とタンパク質をしっかりとることが大切ですそしてお次はロカボにおける 超重要な立ち位置を占めている糖質の摂取についてお伝えしてまいりましょう。糖質疲労を防いであなたの体調を改善していくには当然のことながら今食べ過ぎている糖質の摂取量を減らしていく必要がございます。 繰り返しますが、これを聞いているほとんどの人が今、糖質食べ過ぎの状態になっているはずなんです。では具体的に言うと、糖質は1日あたりどれくらいまでなら食べて良いのか結論から言うと、1日あたり 130g を上限として欲しいです。 この量であれば、インスリンが大量に分泌されることなく、処理することができるからです。つまり、食後高血糖や血糖値スパイクという、糖質疲労の原因を防ぐことができるというわけなんです。1日 130g を上回らないように、皆さんが1日3食取るとすれば、1食あたり 130÷3 で 43.3g となります。1の位を死者五入して、毎食糖質 40g をね上限として摂取してほしいです。そして ポイントとなるのは、一日あたり糖質 130g まで食べていいからと言って、それを一食でまとめて食べちゃダメですということ。例えば、ランチでラーメンとチャーハンを食べてしまったら、もうそれだけで一撃で 130g いってしまうかもしれません。このように、集中的に糖質を取るのはダメです。あくまでも、食後の血糖値の上昇を防ぐということが目的ですので、毎回摂取する糖質の量を 40g 以内に抑えてしっかりと糖質を分散して取るようにしてほしいですこのように言うとそんなに糖質の量を制限したら頭がうまく働かないんじゃないですかと元気出ないんじゃないですか エネルギー切れ起こすんじゃないですかと心配される人いるかもしれませんが大丈夫です。エネルギー切れに関しては糖質の代わりにしっかりとタンパク質と脂質を取ってもらいますからむしろエネルギーに満ち溢れ体は元気になっていくはずです。そして頭がうまく働かないという問題に関しても全く問題ございません。むしろ 頭がよく働くようになってびっくりされるはずです。人間の体には1日の糖質摂取量が 50g 以下になってしまった場合、皮下脂肪を分解し、それを材料として、 肝臓でケトン体という物質を作って、全身、特に脳でエネルギーとして利用し始めるという仕組みが備わっているんです。このケトン体というのは、本来ほぼ全ての細胞が利用できる、とても優秀なエネルギー源となっていて、脳にとっては、ドウ糖以上に優れているエネルギー源でございます。実際このケトン体が、体内で作られている状態をケトーシスと言いますが、 このケトーシス状態では脳のパフォーマンスが非常に高まるということが複数の研究によっても示唆されているんです。 このように疲れにくくなるし、頭もよりよく働くようになるし、ロカボ生活には本当にたくさんのメリットがございます。というわけで皆さんには、一食あたりの糖質をぜひ 40g に抑えてほしいんですが、糖質 40g と言われてもピンとこないでしょう。大体いい 40g ってどのくらいの量なのでしょうかイメージとしては、大体おにぎり1個と考えてください。 つまり1食あたり食べていい糖質はおにぎり1個 こうまでですということはどうでしょうか皆さんこれまで普通にご飯を一膳食べていて、さらにおかずも食べていたわけですから。それでは40グラムを超えちゃいますよね。だから今まで食べていたご飯は半膳ぐらいにしていただき、おかずをお腹いっぱいに食べればちょうど40グラム程度になるでしょう。特にこれまでご飯大盛りを食べていたという人はまずは半分にすることを目標にしましょう。パンも同じです。トーストを これまで2枚食べていたなんていう人は糖質量半分以下のパンに切り替えるか2枚を1枚に減らしてくださいそして 主食を減らしたら逆に必ずおかずは増やしお腹いっぱいにするということを忘れないでほしいです。ロカボの場合はこれまで食べてきたものが食べられなくなるという辛さはありません。糖質が多い食べ物だけを上手に減らしてその代わり美味しいタンパク質や脂質食物繊維などをこれまで以上に食べて 食事を楽しむことができるというのが大きなポイントでございます。とはいえ、なかなか効果を実感できなければ人間は続けることができませんので、まずは差し当たり、主食を半分にしてみてほしいです。半分にするだけで体調は部分的に改善するはずです。そうなれば、ああ、ロカボ生活ってめちゃくちゃ体にいいんだなぁということがご自身の体で実感できて、じゃあ糖質は 一日あたり 130g カロリーは気にせず、タンパク質脂質でお腹をいっぱいに満たすロカボ生活を本格的にやってみようかなと。 思えるはずなんです。そして、ロカボ生活をやってみればわかりますが、決して従来のダイエット法のような辛い食べ方ではありません。お肉たっぷり食べたっていいし、バターたっぷり食べてもいいし、お魚たっぷり食べてもいいし、卵たっぷり食べても良い、サラダをたっぷり食べたっていいんです。それでは次、三つ目に紹介したい、ロカボのルールは、早食いをせずカーボラストで取るというルールです。さて、 では最後のルールに参ります。皆さんは今後、早食いをやめ、食事をゆっくりとよく噛んで食べることを意識し、そして、炭水化物を最後に摂取する、カーボラストという食べ方を実践してほしいんです。早食いを避けて、カーボラストで食事をとれば、食後、高血糖を予防でき、血糖値スパイクを予防できちゃいます。これもね、 特定の食べ物を我慢しろとか、食事の内容を変えろと言っているわけではなく、単純に食事の速度を落とし、食べる順番を変えるだけですから、楽に実行できるはずです。にもかかわらず、効果は絶大なんですね。タイパを意識して、早食いをしたり、別にタイパは意識していないが、早食いがついつい癖になってしまっているという人は、世の中本当にたくさんいらっしゃいます。ですが、早食いというのは非常によくあります。 same. まず、早食いをすると、食べ物が急速に胃から小腸に送り込まれ、その結果、血糖値が急激に上昇。そしてこの急激な血糖値の上昇は、インスリンの急激な分泌を引き起こし、その後、血糖値の急激な低下を招き、血糖値スパイクを生じさせ、糖質疲労につながります。また、早食いをすると、満腹を感じる前に大量に食事をしてしまい、過食につながりやすくなるという大問題もあります。一方で、 カーボラストとは炭水化物を食事の最後に摂取するということを指しています。食事の順番を工夫することで血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。具体的には食事の最初に野菜やタンパク質、脂質を取ることで 胃の内容物がゆっくり小腸に送られます。これによって炭水化物の消化吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を防げます。また、野菜には食物繊維が含まれておりますので、これも血糖値の上昇を抑える役割を果たしてくれます。さらに食事の最後に炭水化物を摂取することで、インスリンの分泌が穏やかになり、血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。 このように、早食いを避けて、カーボラストで食事をとることは、食後の血糖値の急上昇を防いで、インスリンの分泌を緩やかにする効果が期待できます。ぜひ、この動画を見た次の食事から実践してほしいです。それでは、2元の内容をまとめておきます。2件では、ロカボの3つのルールを紹介しました。 ルール1、タンパク質と脂質ならカロリーもバランスも一切気にせずお腹いっぱいになるまで食べて OK。ルール2、糖質抜きを目指しストイックにならず、1日に取る糖質量は70から 130g 以内。ルール3、早食いをせず、カーボラストで取る。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました